近年、酪農や肥育の現場で注目されているトウモロコシ手術や飼料用もみ米などをサイレージに調整するための省力的で迅速に密封する技術、フレコンラップ法について紹介します。フレコンラップ法とは、穀実を内袋なしのフレキシブルコンテナ、フレコンに詰め込み、フレコンの口を結束した後、脱皮処理せずに牧草用のラッピングマシンでラッピングして密封する方法です。使用できるフレコンの大きさは40リットルのガレ袋、100リットル用、500リットル用、1000リットル用まで、ラッピングマシンを変えることで対応できます。フレコンの直径とラッピングマシンの適用ベール寸法が合っていることが重要です。サイズが合っていないとうまくラッピングできません。ここからはフレコンラップ法について具体的に紹介します。フレコンラップ法は、そのままの穀実もしくは破砕した穀実を満杯に詰めたフレコンの口を結束することから始まります。結束作業は、フレコンの口を手動結束機とポリプロピレン製のバンドを用いて行います。ポイントは、投入口部分のたるみができないようにすることです。結束機でバンドを締めている間、空いている片方の手のひらで投入口の穴を上から押さえるようにすると、たるみができにくくなります。また結束機の結束強度が30キロ程度あれば、ラッピング中に抜けることはありません。2本の釣りベルトは、ラッピングの際に機械などに引っかからないように、投入口締めテープを用いて簡単に縛っておきます。結束作業は、慣れれば一つのフレコンを1分半程度で結束することができます。フレコンラップは、ラッピングフィルムで密封されているため、これまでのような掃除機での脱皮作業は必要ありません。結束の終わったフレコンから順次ラッピングします。グラブアタッチ付きのホイールローダーでフレコンを掴んで、ラッピングマシンのターンテーブルに乗せます。フレコンの生地は滑りやすいため、使用するグラブはフレコン直径に合ったものを使用し、掴んだ後、できるだけ素早くフレコンを倒してください。こうすることにより、フレコンの脱落を防ぎ、安全に作業が行えます。ラッピングはベルト式のラッピングマシンであれば、問題なくラッピングすることができます。ラッピングの巻き数は、通常の牧草ロールベールと同様に6層巻きとします。ラッピングしたフレコンの重さは、500リットルフレコンであれば、もみ米では290キロ、トウモロコシ手術では380キロになります。1000リットルフレコンであれば、もみ米は540キロ、トウモロコシ手術は730キロになります。ラッピングが終了したら、保存場所にフレコンラップを移動させます。この時、フレコンはラップフィルムで包まれているため、牧草ロールと同じようにグラブで簡単に掴むことができます。フレコンラップの形は、牧草ロールのように肩の立ったものにはなりません。そのため、牧草ロールのような段積みはできません。また、フレコンへの詰め込み量が少ないと団子のような形になってしまいますが、形が不揃いでも発酵品質に影響はありません。フレコンラップ法は、迅速な密封技術で発酵 TMR の調整にも応用できます。フレコンラップ法を活用して、自給農耕飼料のサイレージ生産に取り組んでみませんか？わからない点がありましたら、農研機構東北農業研究センターまでお気軽にお問い合わせください。